ワシントン DC 教区の主教座制度であるだけでなく、米国政公会の総裁主教もここにいる。大統領の就任時、元大統領の葬儀など、国家的行事にも使用されている。ワシントン大制度は、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC にある、キリスト教政公会の教会。米国政公会のワシントン教区の主教がいる、主教座制度で、総裁主教のいるところでもある。 正式名称は、ワシントン市並びに、同教区における聖ペトロ聖パウロ大聖堂。ワシントン大聖堂の内部、ワシントン大聖堂の内部、セオドアル・ウズベルト大統領時代の1907年に建設を始め、83年の年月をかけて1990年、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の時に完成した。ネオゴシック建築で、米国ではこの分野で2番目に、 大きな建築物である。様々な国家行事にも使われており、アイゼンハワー大統領、レーガン大統領、フォード大統領、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の葬儀もここで行われた。近年では、ハイチ・オウ地震や東日本大震災などの際に、超強派の祈りの会も開かれている。聖ピーターイコール聖ペテロ、聖ポールイコール聖パウロ、アメ。 にも負けずワシントン大聖堂に響く周波声乗り、ありがとうございます。